ディック・クワックスは、ジョン・ウォーカー、ロッド・ディクソンと共に、1970年代の男子、中距離界をリードした、ニュージーランドの陸上競技選手。1976年モントリオールオリンピックの銀メダリストである。クワックスは、1948年オランダのアルクマール出身。1954年に、ニュージーランドのワイカトへ家族と共に移住した。 セカンダリースクール時代はラグビー選手であったが長距離走の才能も見せていた。1960年ローマオリンピックで金メダルを獲得したピーター・アスネルやマレー・ハルバーグに感化され本格的に陸上に取り組むようになる。16歳の時にはアンサー・リディアードのトレーニング法を取り入れ週に100マイルもの走り込みを行っていた。クワックスは1968年から アーサー・リディアードの練習法をコーチするジョン・デイビスと共に引退するまで二人三脚でレースに出続けた。後に二人はスポーツビジネスの会社を起こし2003年にデイビスが亡くなった後もクワックスが会社を引き継いでいる。クワックスは1970年にオークランドで行われた試合で1968年メキシコシティオリンピック1500メートル金メダリストの キプチョゲ系の1マイルのレースで30メートルもの差をつけて勝利を挙げた。この試合で彼は一躍注目を浴びた。さらに、同年、スコットランドのエディンバラで行われたコモンウェルスゲームズでも2人は対決。このレースも2人の争いとなり、系のがリベンジを果たした。しかし、その後数年間、クアックスは新スプリントに苦しむこととなる。 そのため1972年ミュンヘンオリンピックには出場することができなかった。1975年に手術を行い故障から解放されたことでようやく元の力を取り戻すこととなる。クアックスは1976年モントリオールオリンピックでは5000メートルに出場。前回ミュンヘンオリンピック2巻のフィンランドのラッセビレンを中心に激しいレースとなった。 1>, 1位から4位まで1秒以内という激戦の末、最後はビレンがクアックスを0.4秒抑えに大会連続の金メダル。クアックスは銀メダルを獲得した。オリンピックの翌年、クアックスは5000メートルで13分12秒9の世界新記録をマーク。その後、マラソンに挑戦。アメリカ合衆国オレゴン,ン州ユージーンで行われたマラソンが初マラソンで、 2時間11分13秒というセンセーショナルなデビューを果たす。しかし1980年モスクワオリンピックにはニュージーランドがアメリカに同調しボイコットしたため出場することはかなわなかった。しかし同年の9月には2時間10分47秒のニュージーランド新記録を達成した。クアックスは2001年10月に間向かう市議会議員に当選し2007年まで務めた。 マヌカウ氏がオークランドに合併した後、2011年にはオークランド市議会議員に当選し、2016年まで務めた。だが、2003年に喉頭がんと診断を受けてから闘病生活が続き、2018年5月28日に死去した。70歳没。ありがとうございます。